5分、うー頭がトラウマになってる人もいます。ギャザクラの木曜修正弦、 FF14 の上手くなり方みたいな。コンテンツの理解とコンテンツの順応速度とプラスで言うなら、戦闘コンテンツでどうやって上手くなってるんですか。まあ俺が言うのはあれだけど、まあ、ちょっと前まで言ったら、そのコンテンツの理解とコンテンツの順応速度とプラスで言うなら慣れだろうね。ありていに言うなら慣れだと思う。だから DPS で言ったらこのスキル回しに慣れる。そこからどうやこの動きを最適化させていくかまではこの戦闘コンテンツに行かなくても分かるじゃん。黙人だけで分かってて、黙人でスキル回しが全て解決したな、これはもうホットバーを見なくても大丈夫だよっていう人はコンテンツに行ってみてみたいなっていう慣れの作業が必要だと思う。俺はね、上手くなるためにはね、その何事にもまずはそのギミックよりも先にスキル回しをいい感じに回せる。ここのホットバーがこれでみたいな、ここの竜が竜装がこれでみたいなってなってたら、そもそもさコンテンツ前提の話じゃん。だからレベリングっていうその慣れの段階があるわけで、前にもどっかで話したけど、そのレベリングって自分のジョブがどう動かしてどういうスキルを持っててっていうのの慣れとか、この世界のこのジョブでの歩き方の練習区間だと思ってるから、ジョブに慣れるところが最前大前提で、そこから高難度ギミックっていうのがあるから、でそのなんとなく歩き方は分かった、このキャラはこういうものがあってこういうジョブでこういう回復の手段こういう攻撃の手段があるんだなって分かったら、いよいよギミックに入っていく。でギミックの中でも過去に、あこれってこれと同じなんだなっていうのがどんどん蓄積されていくのよ。例えば円形範囲とドーナツ範囲のことをあのダイナモとチャリオットっていうじゃん。あれって昔はそのダイナモとチャリオットっていう技があったんだけど、その円形とドーナツ範囲がねあったんだけど、その範囲があまりにも出てくるからその代表として語られてるだけでそんだけ多かったんだよね。あここは大チャリだなみたいな、ここは最初離れて後から近づくなみたいな、そういうのね結構多かったんだよね。でこういうそのあ外周からドラゴンが出てきてここに向かって来るんだなみたいな、そういうのを学んでいく。まずは次はギミックだね。でギミックが慣れてジョブにも慣れてきたら、その中でダイナモチャリオットの発動時間はこんぐらいだから、発動時間直後にちょっとだけ出てあとは殴れるように、近接だったらね、近接だったらどんだけ殴れるか、 GCD を腐らせずに殴らせるか、キャスターだったらどれだけ移動時間を減らせるか、キャストの時間に全てを費やせるかっていうのをどんどんその最適化してってみたいなので上手くなっていくんじゃないかなって俺は思う。でもそういう仲があるんだけど、まあ、一気にこれを全部説明すると頭がパンクするんで、だいぶ俺は、慣れじゃないって軽く言ってる。参考になるかな？参考になったら嬉しいんだけど。そのギミックをこなしながらが重要だね。ギミックを受けながらじゃなくて、ギミックを受けるの難しいからね。でも、だいぶ解決したか。ゲームが上手くなるというか、FF14 の上手くなり方みたいな。まあ、俺が言ってたもんね。俺は今ゼロ式もやってなければ絶もクリアしてないからね。何の上手くなり方もわかんないけど。まあ、基本は多分ね、このゲームはそうだと思う。いや、マルチタスクできるのマジでえぐい。なんか昔さ、FF14 のクラフトしながら、アークナイツしながら、アニメ見ながら、もう一個ぐらいなんかやってたみたいな。なんかすごいマルチタスクをやってたんだけどさ、全部身が入らなかった。その時に見たアニメの内容も覚えてなければ。アークナイツは作業しかしてないし、実質進んだのはアークナイツの進捗と FF の進捗だけだった。マジで内容覚えてないんだよな、ああいうのって。一個に集中した方がいいよ、マジで。覚えてないからな。そういうアニメとかでマルチタスクしちゃいけないのって絶対忘れるからなんだよな。そう、質が落ちてもいいって思えるようなものをやるんだよね。効率がなんか 75% ぐらい落ちても合計で言えば 150% になるから得なんだけど、アニメとかって忘れるからさ、そういうところのね折り合いをつけていかなきゃいけない。マイスター限定制作品サブキャラ、う頭がう頭がう
5分、うー頭が5分、ゴフとかいう懐かしいもの覚えてるやつおるか？みんな忘れてるだろ。ギャザラーにあったゴフとかいうよくわからないアイテム。ゴフ赤か、うわトラウマになってる人もいます。今はさ、伝説とかがあってさ、いつでも何度でも掘れる、時間をかければみたいなところがあったんだけど、ギャザラーのこの貨幣が今は白と紫なんだけど、赤と青だっけみたいなのがあって、青が修正限かかってて、木曜日修正限になったんだよね確か。木曜修正限で、その修正限で何を交換するかって言ったら、さっき言った五符なんだよね。この五符どんな効果があるかっていうと、この五符を使うと一定時間だけ特定のアイテムを掘れるようになるっていう効果があったのね。でその素材が新式に使ったりするから、もうすごい人はねこぞってサブキャラを作ってね、修正限の枷を突破してたよ。懐かしい、ギャザクラの木曜修正弦。今俺もよう思い出したなって思ったわ。ギャザクラ木曜修正弦はもう覚えてないでしょ。俺もそんなにやってなかった時期だからさ、蒼天の頃だから。どうしよう、追加されたら黄金のレガシーで泣くかも。普通にサブキャラもう一個作らなきゃってなる。ギャザクラ AF もその素材だったから全ジョブ分必要で、でもマイスターという制限があって、そうギャザクラ AF になるんだよね。そいつが汎用装備じゃなくて、その採掘士は採掘士、園芸士は園芸士、木工士は木工士みたいな装備が全部違うの。全部一個ずつ作んなきゃいけなかったから本当に面倒だった。あそこが一番ネトゲネトゲしてたかもしれん。サブ垢副垢何でもありみたいな。今の新式はねちょっと優しいね。いやだからいいっていうところもあるんだけど、容量さえ分かればマクロで作れるし、 HQ 素材いらないし、マジでいい時代になったよ。どの目線から見てもいい時代になったって言えるのいいよな。まあでもね、今は今で苦労どころがあるからね。今がめっちゃ楽で、いやー昔はねーってドヤ顔するつもりじゃないのだけどね、ご承知。それで言ったら五符つながりで言ったら、俺まだこれ持ってるけどね、時神の五符。みんなこれ知ってるか？このアイテム多分マジで持ってる人は持ってるけど、もう持ってない人は売っちゃってたりするんだよ。これさ、前にあのクルセイドスタンスの話をしたじゃないですか。そこでこのアトリビュートっていうお話をして、マインドとイントが入れ替わったり、イントとマインドが入れ替わったり、 STR がどうだ、 DEX がどうだみたいなお話をした時に、もう一つそのアトリビュートに関するお話があって、当時このステータスを自由に割り振れる幅があったの。これをフィジカルボーナスって言うんだけど、これ例えばよ、例えばよ、このアトリビュートがあるじゃん。この30ポイントを任意のところに割り振ることができるの。つってもあのほとんどブッパなんだけど、当時の人たちはね。で、まあ文句だったら STR に、まあヒーラーだったらマインドにとか振るんだけど、当時学者と召喚って破術っていうくくりの中で派生してるがゆえに、フィジカルボーナスも共通だったの。これ謎でしょ？謎なんだよね。なんで？って思うんだけど、同じだったんだよ。だから、このさっきの時神の五符を使って、フィジカルボーナスをリセットして、召喚で行くときはイントに振ってから行くの。で、召喚から学者を出してくださいって言われたときに、この時神の五符を割って、マインドに振って学者出すみたいな。で、当時ね、やっぱり、このステータスが低かった。低くてさ、今はもう3000とかあるけど、もう400、500とかの世界じゃなかったっけ？全然覚えてないけど、そんなもんだった気がするんだよな。その中の30って結構でかいじゃん。これをね、たまに振り分けたりする、振り分けミスったりする人たちがいたんだよね。これね、マジ懐かしいね。また俺、エオルザ野郎人がやってる。まあ、それで言ったら、まあこのハニーバンズもそうなんだけど、このハニーバンズの話は、また今度かな。このハニーバンズね、あの効果をよく見ていただけると分かると思うんですけど、なんかちょっとおかしいんだよね。そうそうそう、これはねまたいつぞやのお話にとっておきますか。